こんにちは、横道それ太郎です。さあ、始まりましたハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、またしても久しぶりの収録になってしまいましたが、今回はですね、言いたいことがたくさんある作品なので、早速作品の紹介に入っていきたいと思います。ロス・マクドナルドの作品で、サムケ、1963年の作品になります。で、今回は早川書房から出ている1978年初版の、小笠原豊樹さん翻訳のバージョンというのを、定本にしてやっていきたいと思います。今まで、アメリカのハードボイルドの歴史をこう、まあ、主な作家というのに焦点を当てて追っていくという特集をやっておりましたが、今回もですね、その流れでロス・マクドナルドという、まあ、非常にハードボイルドの中で古典派ハードボイルドと呼ばれる中で有名な作家というのを扱っていきたいと思います。一般にですね、ハードボイルドのその、まあ、日本の評論とか研究書のようなものを見ると、まあ、ザ・ハードボイルドという古典派ですね、ハードボイルドの原型を作った人々ということで言及されるのが、この番組でも扱いましたけども、レイモンド・チャンドラー、それからダシー・ハメット、そして前回扱ったミッキー・スピレイン、もう一人ですね、まあよく言及されるのが今回扱うロス・マクドナルドというこの4人ですね、まあいわばハードボイルド四天王というような感じなんですけども、その最後の一人であるロス・マクドナルドを今回扱っていきたいと思います。サムケはですね、ロス・マクドナルドが描くリュー・アーチャーという探偵、私立探偵ですね、というのを主人公にしたシリーズの中の一作目というわけではないんですけれども、一般にロス・マクドナルドを、まあ、ロスマクというふうに通称するんですけども、ロスマクの中ではかなり評価が高い一作で、僕も結構好きな作品でしたね。それではまず簡単なあらすじを文庫本の裏からですね、引用していきたいと思います。実直そうな青年アレックスは呆然自失の状態だった。新婚旅行の初日に新妻のドリーが失踪したというのだ。アーチャーは見るに見かねて調査を開始した。ほどなくドリーの居所はつかめたが、彼女は夫の元へ帰るつもりはないという。数日後、アレックスを訪ねたアーチャーが見たものは、裂けたブラウスを身にまとい、血まみれの両手を振りかざし、狂乱するドリーの姿だった。ハードボイルドの新境地を開いた巨匠必須の対策。という風になっていまして、まあ、今までも何度もありましたけれども、ちょっとしたひょんな事件からより大きな事件へと繋がっていくというようなですね、ハードボイルドのその、まあ、次第に事態がこう重大化していく、あるいは社会的なスケールが大きくなっていくというようなプロットのパターンというのをこの作品でもなぞっています。それではですね、まずは簡単な感想の方、ネタバレ抜きの感想という方に入っていきたいと思います。そうですね、ロス・マクドナルドは、まあ、この作品が1963年ということもあって、チャンドラーやハメットよりは一世代後の作家という扱いになるんだと思うんですけども、ダシール・ハメットのよりこう攻撃的で無情感の強いハードボイルド、まあ、ドライなハードボイルドとチャンドラーのウェットなハードボイルド、まあ、それからあえて言うなら、まあ、ミッキー・スピレインのバイオレントなハードボイルド、その3つの中で言えば最も近いのはレイモンド・チャンドラーの世界観、作品観の方じゃないかなという気がしますね。ちょっとややその、なんでしょうね。自分に対して、こう、センチメンタルな視線が入っているというか、ややウェットな感じがある世界観というのを、まあ、よりですね、こう、突き放して、まあ、人間というものをこう悲劇的な生き物として、虚しく、しかし愛感たっぷりに、タッチとしてはしかしドライにと、そういう感じで、まあ、よりチャンドラー味を強めたみたいな、そういう作品になっていますね。まあ、そういったテイストが生まれる上で多分一番重要なのは、この主人公のリュー・アーチャーというシリス探偵のキャラクターでして、まあ、これはチャンドラーが描くフィリップ・マーローだったり、ダシール・ハーメットが描くサム・スペードよりも、まあ、多分一世代、一回りぐらい年齢が上なのかなっていう感じの主人公になってまして、まあ、若者でもなく老人でもない、そういう中年的な、主人公になってるんですよね。でその視点が、まあ、今回このサムケのあらすじにも出てきましたけれども、まあ、青年の依頼人と、そしてその父親的な世代、母親的な世代の人物っていうのがたくさん出てくるんですけども、彼らの間に挟まれて、まあ、その若者でもなく老人でもないリュー・アーチャーというのが、まあ、一歩引いた視線でその事態を見ているという、そういうテイストがあって、しかしですね、そこに、まあ、ダシール・ハメットだったり、ミッキー・スピレイン的なですね、批判的なタッチ、皮肉なタッチというのが、
まあ、ちょっと抑えめになっていて、まあ、自分もその依頼に対して同情したり、時には自分も悪かったなっていうふうに反省したり、自分の人生をちょっと変えてみたりする瞬間もある。まあ、共感だったり、まあ、自制的な面もある。そういうちょっと大人な人物として作られていると。そこがまあ、ロス・マクのサムケっていう作品のちょっと重要なテイストではないかなと思いますね。まあ、もちろん私立探偵的なですね、まあ、仕事においては相手の隙をこう崩そうとする疑り深い面だったりとか、まあ、どれだけ相手に共感していたとしても、まあ、お金を払って依頼されなければ個人的に捜査をするつもりはないっていうようなリアリスティックな面ももちろん持っています。まあ、そういったところもですね、ちょっと大人な感じというか、まあ、人生下り坂に入りつつあるけれども、まあ、まだそこまで枯れ切ってはいないみたいな、そういう中立的なキャラクターとして、リュウ・アーチャーがいると。これが面白いなと思いましたね。前回扱ったミッキー・スピレインのマイク・ハマーと比べると本当正反対のキャラクターで、まあ、マイク・ハマーはまあ本当にもっと、なんでしょうね、万能感に溢れたキャラクターというか、まあ、ちょっとスーパーヒーロー的なところがあると思うんですよね。自分の意思、目的というのを中心に行動している。で、それを中心に、まあ、周りをコントロールしようとするというような、まあ、そういう人物ですけども、リュウ・アーチャーっていうのはそうではなくて、どちらかというと、まあ、フィリップ・マーロー的にですね、まあ、あくまで仕事として依頼されたことをやっていると。で、もちろん依頼人に感情移入するけれども、それ以上ではないっていうような、非常にこう、ある意味受動的な、受け身なところがあるキャラクターかなという気がしましたね。まあ、そういったキャラクター性っていうのも手伝って、独特な世界観や人物というのを見ているカメラ愛的な存在っていう側面が、まあ、結構強いかなという気がしますね。まあ、とはいえ、描写にはふんだんにこう主観性だったり、まあ、捜査対象の人物に対する、批評的な視点というのも出てくるので、全くその無個性な人物というわけではなくて、むしろ非常に個性が感じられる人物であるんですけども、自分自身客観的であろうとするみたいな、そういうちょっとリュウ・アーチャー自身が自分をこう一歩俯瞰的に眺めているような視点というのが入っているので、まあ、ちょっと引いたような感じがある。そういう印象のする人物になっていますね。そういった、まあ、ちょっと、成熟した感じというのを、まあ、象徴するのが一人称なんですけども、私という一人称で全編展開されてまして、で、マイク・ハーマーは俺なんですよね。で、その、まあ、日本語ならではの一人称の使い分けですけども、その感じによって非常にこう、キャラクター性の違いっていうのが、よく現れてるなっていう気がしますね。それから舞台になっているのがパシフィックポイントという、まあこれは架空の都市らしいんですけども、霧に包まれた港町。で、そこを舞台にして、まあそこで繰り広げられる、まあとある大学というのを中心にした人間模様っていうのを、まあ丹念に描いていくというもので、なんでしょうね。霧っていうことが、まあある種のライトモチーフとして何回も繰り返されるんですけども、まあその中でこう、何か人生の無常感みたいなものと戦いながら、まあ、戦いながらというか、まあそれを感じつつ、リュウ・アーチャーが操作していくというような、まあ非常に独特の、こう、まあこの言い方はあんま好きじゃないですけど、市場というかですね、あるムードがあってですね、まあ好きな人は非常にこう刺さるんじゃないかなという感じがしますね。そしてもう一つ重要なのが、こう過去に遡っていくという、まあミステリー構造になっていまして、あらすじに出てきた、まあ、その、新婚生活で1日目にして妻がいなくなってしまったというアレックスという青年の、まあ、事件というのは一つのきっかけに過ぎなくて、だんだんとですね、その、アレックスの、まあ、奥さんであるドリーンが過去に目撃したという、まあ、とある殺人事件。そして現在に起きた殺人事件というふうにですね、まあ、現在と過去を往還していく、まあ、あるいは現在の事件を解決するために過去の事件へと遡っていくという構造になってまして、このハドプンというシリーズの中でも、なんだろうな、河野天生さんの殺意という名の家畜とか、まあ、非常にこう過去と現在の事件が有機的に関わっているというようなまあ構造のミステリーたくさん扱いましたけれども、その中でもかなり本格的な部類に入るし、まあ、その、なんでしょうね、過去素行型ミステリーというのを、まあ、確立したといったら、まあ、ちょっと嘘になるかもしれないですけども、その中でも非常に重要なハードボイルドの作品だというふうに感じました。で、いろいろ他にもあるんですけども、もう一つ重要なのは、
ミステリーのやり方として、まあ、もちろんその誰が殺人犯なのかというフーダニットですね。殺人犯当てというものに焦点を当てているんですけども、一部にホワイダニットですね。なぜ殺人が行われたのかという動機の、側面というのを大きく導入しているというのが、まあ、ハードボイルドの歴史においては重要じゃないかなと思いますね。つまり動機というのは心理的な面なので、ハードボイルドというと客観っていうふうに言われて、写実主義的に事態のその表面で起きていることを描きつつ、まあ心理的なものはそこから逆にそのほのめかすみたいな言い方っていうのがよくされますけれども、まあそこからちょっと一歩進んだというか、逆にその心理的なものっていうのをそこで本格的に取り扱っていくというような流れというのをまあ導入しているというのが、このサムケの大きな特徴かなと思います。具体的に言うと、まあ、アーチャーっていう探偵はですね、なぜ犯人はそういうことをしたのか、この自分が捜査している人物はなぜ自分にこういうコメントをしたのか、嘘をついているんだとしたらなぜ嘘をつくのかっていう、そのなぜっていうことを考えることで、どんどん捜査網を広げていっているんですね。まあ、ある種その心理主義的な捜査方法というのを導入していて、まあ、それを探偵としての武器にしているということなんですけども、ただ、あくまでそれはまあある種そのフーダニット誰が犯人なのかっていうのを探るための補助として導入されているので、まだその動機の解明っていうのが本格的なミステリーの唯一の焦点になっているというわけではないという感じもしましたね。そしてもう一つ面白いなと思ったのは、家族っていうものを非常にこう大きな主題として描いてるんですよね。で、探偵自身の家族についての話っていうのはもうほとんど出てこない。それどころか、まあ、プライベートの話もほぼほぼ出てこないですけども、主にその捜査対象になっている、人物たちの家族関係っていうのを、まあ、通して家族っていうモチーフを描いてるんですけども、どういうものとして描いてるかっていうと、なんかその世代対立のその闘争の場として描いているっていう感じがして、よく出てくるのが、その、若者に置いていかれてしまった、忘れられてしまった老人、っていうのと、逆に親っていう存在にとらわれてしまった子供っていうもののその2パターンが非常にこうよく出てくる。そしてその2つのその存在というのが互いに対立しているっていうパターンがよく出てくるなっていう気がしましたね。まあ、その親にとらわれた子供っていうのも自分のその両親、まあ、あるいは片方の親に対して強く反発しているっていうそのまあ反抗期的なタイプと、逆に、まあ、大人になっても未だにその親の顔を伺っているみたいな強く依存するタイプっていう、二パターンがあるかなっていう気がしますね。まあ、どちらにせよ家族っていう構造の中にいつまでも囚われている人々みたいな。というか人間というのは、まあ、その死ぬまでそこから逃げ出せないのではないかみたいな、非常にこう、ある種暗い家族感みたいなものを感じましたね。その中で、まあ、リュー・アーチャーっていう探偵はどちらでもない、まあ、まだ忘れられた老人でもなく親に囚われた子でもないっていうその中間に位置しているということが、まあ、ある種のその孤独な存在っていう悲しさもうっすら感じさせるけれども、探偵としてのある種の、まあ、強さの担保みたいなものにもなっているという感じですかね。まあ、この家族の対立図式というのも面白かったですね。ちょっと長くなってしまいましたけども、簡単な感想についてはこのあたりにして、今回はですね、まあ、このリュー・アーチャーのキャラクターというのを、まあ、レイモンド・チャンドラーだったり、ハメットだったり、あるいはそのミッキー・スピレインの探偵だったりといったものと比較しつつ、どういうキャラクターなのかという、そのキャラクター分析的なものを、一個大きく取り上げたいと思います。それからもう一つですね、このサムケという作品の中には、過去っていう要素と、もう一つそのゼノンの亀とアキレウスの相話、エピソードっていうもの、そして霧という三つの大きなまあ繰り返し出てくるモチーフというのがありまして、それについてですね、ちょっとまあどういう描かれ方をしているのかっていうものと、まあその三つのモチーフの根底にあるまあ共通点みたいなものですね、っていったことについてもちょっと言及できればいいなと思っています。はい。それでは、ちょっと詳細な感想に入っていく前に、もう少しですね、プロットの方を整理してから、そちらの方に入っていきたいと思います。
先ほどのさっくりとしたあらすじの方にもありました通り、依頼人というのは青年であるアレックス・キンケイドで、まあ、お父さんは非常にこうお金持ちの、まあ、実業家なんですけども、まあ、ちょっと お父さんの顔を未だにこう気にしている、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけども、親に囚われた子供的なところが、このアレックスはあって、でお父さんのキンケイド氏はどちらかというと非常にこう権力を振りかざす。で、子供が、まあ、ドリエっていうですね、自分的には納得がいかない、身元が確かではない女性と結婚したことを、まあ、正直あまり良くなって、良く思っていないっていうですね、まあ、この息子をこう閉じ込めておきたかっていうお父さんっていうのが、出てきます。まあ、でもその態度っていうのは、要はその子供にその去られていってしまうっていうことを恐れている親ということで、まあ、忘れられた老人っていうのの一種の、まあ、変形パターンとして描いてるのかなっていう気もしましたね。ちょっといきなり横道にされましたけども、そのアレックスから、まあ、結婚初日に妻のドリーがいなくなったという依頼というか、まあ、相談を受けます。で、まあ、最初主人公のリュー・アーチャーはめんどくせえなとか思うんですけども、まあ、お金を払って、まあ、正式に依頼されるということで、まあ、仕事だしなということで捜査を始めます。で、よく話を聞いてみるとですね、まあ、何かきっかけがあったのかなということなんですけども、まあ、結婚初日ですからね、これはいきなりいなくなるっていうのは変な話なので、で、何がきっかけなのかなと思うと、まあ、とあるですね、老人とまではいかないんだけども、男というのが訪ねてきて、1時間ぐらい話したらしいと。で、その後、ドリーがいなくなった、ドリーの姿が見えなくなったということで、どうもその男との会話が直接のきっかけになったらしいなということがわかるんですね。ということで、リュウアチャオはこの男が誰なのかというのを追っていくんですが、まあ、職を転々としているらしいチャック・ベグリーというですね、男性のもとにたどり着きます。で、そのベグリーのもとに話を聞きに行くと、まあ、特にこれといった大した会話はしてないというふうに言うんですね。で、どういう会話があったかというと、まあ、自分はしばらく海外で、オーストラリアの炭鉱で仕事をしていたんだけれども、久しぶりにこのアメリカに戻ってきたと。で、新聞に結婚しましたよっていうその記念の写真みたいなのが載って、それを見て、あ、自分の娘なんじゃないかと思ったと。ということで、まあ、そのドリーに会いに行って話をしたんだけども、人違いだったという話なんですね、彼が言うには。まあ、そのドリーがいなくなってしまった経緯だったりとか、その居場所については自分は知らないというふうに言ってるんですね。で、アーチャーはどうもこれはまあ怪しいなと思っている風なんですよね。で、そのベグリーというのが、まあ、恋人のゲルハーディっていう女性と一緒に住んでいて、そのゲルハーディが言うには、まあ、ドリーの写真を見せると、このドリーとおぼしき人物と、とある老婦人というのが一緒に車に乗っていて、ドリーが運転していたよみたいなことを言ってくれるんですよ。その線からドリーの居場所というのを探っていく感じになります。で、そうすると、ドリーと一緒にいた老婦人というのは、ミセス・ブラッドショーというですね、この近くの大学のロイ・ブラッドショーという歩道部長、まあ偉い人ですね、のお母さんだということがわかります。で、そのミセス・ブラッドショーの話を聞くと、まあ大学で、まあロイから紹介されたアルバイトというのがドリーだったという話なんですね。なので、まあ、リュウアチャは今度は大学の方に足を運んでいくことになります。そこでですね、ロイ・ブラッドショー本人と、まあ、ローラ・サザーランドという、まあ、これも、女学生担当の歩道部長っていう肩書きらしいですけども、その二人と話すと、どうもドリーっていうのは偽名を使って大学に入学していたっていうことが分かり、かつドリー本人もそこで目撃するんですね。まあ、結構これ序盤の展開なんですけども、意外とあっさりドリーは見つかるわけです。なんですが、彼女本人がですね、自分は夫の元に戻るつもりはないというふうに断ってくる。という展開になって、これはどうしたもんかなというふうに、まあ、アーチャー的にも悩むわけですけども、そうこうしているうちにですね、まあ、ドリーの指導教授であるヘレン・ハガティという女性と話すんですね。で、まあ、ドリーがどういうその人物なのかとか、何を目的に大学に入ってきたのかというのを探るんですけど、そのうちにですね、ヘレンから自分は何者かに脅迫されていて、正体不明の人物から電話を受けたと。で、その人物が自分を殺したがっているらしいから、ボディーガードをしてくれないか、っていう風に頼まれるんですけども、まあアレックスの仕事が忙しいし、なんかその色仕掛けっぽい感じが気に入らないなと思ったのか、アーチャーは冷たく断ってしまいます。で、今度はですね、またその先ほどの怪しい男であるチャック・ベグリーの恋人であるゲルハーディの元にもう一回話しに行くんですけども、
なんとそのうちにですね、ベグリーというのがいなくなってしまっているんですよね。でどうもこのベグリーというのが自分ではオーストラリアの炭鉱にいたと言っていたけれども、10年前に自分の妻を殺害したという罪で、刑務所にしばらく入っていて、しばらくというか10年間入っていたということがわかるんですね。でどうもだからその、自分の娘かと思って違ったと言っていたけれども、実の娘なんじゃないかと、ドリーがっていう話になってくるんですよね。ということで、もう一回ミセス・ブラッドショーの話を聞こうかなっていうことで、そちらの家に行くと、なんとですね、アレックスとドリーという夫婦が一緒にいるところを発見して、非常にこう、ドリーが、テンパっているっていうレベルではないですけども、もう発狂寸前というかですね、非常に動転しているところを目撃します。で、その口ぶりを聞くと、どうも、過去にですね、自分の父親である、ベグリーというのが自分のお母さんというのを殺したのを目撃したというのと、ヘレン・ハガティ教授というのが死んでるのを発見したという、過去の話と今の話を両方話しているわけですね、ドリーが。というので、ロイ・ブラッドショーと一緒に、アーチャーがヘレンの自宅に行くと、なんと自宅で死体になっているのを発見するという展開になっていきます。でその際にその現場からですね、ネバダ州のナンバーをつけた車である男が逃げていくというのを目撃するんですけども、その男が誰なのかははっきりとは見えないということになっていって、このヘレンがですね、自分はその自分の故郷の町に過去に殺されるというようなことを言っていたんですけども、というようなことを言っていたんですけども、その過去というのは何なのかということと、ドリーが口走っていた、チャック・ベグリーが起こした殺人事件というものはどういうものなのかということで、その二人の過去についてだんだん追っていくというストーリーになっていきます。はい、ということで、もうちょっとですね、詳しい感想の方に入っていきたいと思います。このリュー・アーチャーという探偵についてなんですけども、非常に面白いのがマイク・ハマーですね。ミッキー・スピレンが描いたマイク・ハマーと全く真逆で、その先ほど触れたように性格的な面が真逆だっていうこともあるんですけども、やっぱ探偵業っていうその仕事に対するスタンスが全く真逆なんですよね。マイクは冒頭のそのシーンに象徴されるようにですね、自分の親友を殺されたっていうことに対する復讐として、捜査をやっていて、探偵っていう仕事はある種都合よくそのライセンスを振りかざして拳銃の許可証を持つために都合よく利用していると言ったらなんだけれども、個人的な目的で探偵的な行為をしているわけですよね、マイクという探偵は。なのでそこではですね、ある種そのマイクのプライベートの捜査を描いているというか、プライベートっていうとなんかその楽しそうな感じですけども、マイクの場合は非常にこう暴力的な感じになるということですね。あるいはその言い方が変なら、プライベートと探偵業っていう仕事がですね、彼の中ではピタッと一致している、そういう探偵なんですよね。そこが、ある種そのビジランテものっていう、自警団もの、自分の正義感で悪を裁いていくっていうジャンルに発展していくための大きなその可能性を切り開いた、そういう重要な点だったわけです。つまり探偵が自分の意思によって主体的に行動する。そこがマイク・ハマーの重要性だったし、非常に大きなキャラクター性の一部だったわけですね。それと比べるとですね、リュー・アーチャーという探偵は、全くプライベートがない社会的な存在って言ったらいいんですかね。非常に何か割り切ったところがある探偵でして、冒頭で出てくるアレックスという青年に対しても、最初鬱陶しいなみたいな感じで、鬱陶しいなみたいな、その軽いトーンは全くない、抽象的で非常にこうハードな文体で書かれているんですけども、薄々ですね、読者の目からは多分うざがってるんだろうなっていうことがわかるという感じで書かれているんですけども、だんだんですね、自分は子供がないけれども、子供がいたらこんな感じなのかな的な空想もしたりとか、ちょっとそのアレックスのことを好きになっていく。そういうところもあって、非常にこう感情移入をして操作をするわけですね。なんですけれども、途中でですね、アレックスが、お父さんの実業家であるキンケイド氏っていう人から、もうそんな女のことは忘れてみたいな、ひどい言い方ですけどね、そんな、身元もよくわかんない、結婚はもともとわしは反対だったんじゃと、
まあ、そんな言い方してないですけども、そういう感じの人なんですね、お父さんっていうのは。でそう言われて、まあ、割とアレックスは、こう、お父さんの言うこと聞いちゃうところがあるので、うん、そうですか、みたいな感じで、まあ、一回捜査を取りやめるという展開があるんですけども、まあ、そうなった時に、アーチャーっていうのは、まあ、非常にすでに自分自身この事件というのに興味があるようなんだけれども、まあ、お金がないんだったらしょうがないかっていうふうにあっさり捜査をやめるわけですね。そういうふうにですね、非常にこう、マイク・ハマーとは真逆な、まあ、これは仕事っていうふうに、割り切っている、そういうドライなところがある探偵なんですよね。まあ、そういう割り切った探偵っていうのはたくさん出てくるんですけども、この三家っていう小説が特殊なのは、ほとんど前編にリュウ・アーチャーのプライベートというのが全く出てこないっていうところなんですよね。まあ、出てくるのは本当にその、アーチャーが捜査をする、家庭、つまり仕事の場面しか出てこない。まあ、軽くご飯を食べたりとか、疲れて寝たりとかっていうする場面はあるんですけども、まあ、そういう、まあ、無駄な要素って言ったらあれですけども、まあ、その作者的には、まあ、不必要だと思われる要素っていうのはカットされていて、次の瞬間にはもうその別の捜査地に移動していて、聞き込みが始まるみたいな、まあ、このリュウ・アーチャーっていう男の、本当にその仕事の側面だけに、光を当てていると。そういう、まあ、プライベートがない社会的な行動のみで形成された作品という言い方ができるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そう考えると非常にこう、このリュウ・アーチャーっていう男が何か空虚な感じがしてくるというか、まあ、作品で描かれてないところでは、もしかしたらプライベートがあるのかもしれないけども、まあ、かなり厚みのある長編ですからね。何か、その間に全くその個人的な趣味とかっていうことが出てこないっていうのが、逆に異常な感じがしてくるっていうのがこの作品の面白いところだなと思いまして。何かこう、すでに自分の人生っていうのはもう終わってしまったみたいな感じで、非常にこう、失われてしまったものとして捉えている、突き放しているところがある気がするんですよね。ちょこちょこですね、自分の過去、についての下りというのも、まあ、匂わされる形で出てくるんですけども、まあ、結婚の経験があるとか、その、アレックスを、まあ、自分にはいない子供の代わりとして見たりする下りだったりとか、まあ、そういう、ある意味ではで、ね、その、リュウ・アーチャーのプライベートというか、個人的な内面に関わる部分なんですけども、まあ、全て今はそうじゃないですけどっていうですね、喪失感のようなものが限界に含まれている。まあ、過去形でしか彼のその人生、プライベートのようなものは、まあ、主体的に自分がしたいことをするっていう意味での、そのプライベートの人生っていう意味では自分の人生っていうのが全く出てこない。あるいは過去形でしか、それも少ししか匂わされないっていう、そういう作品になってるんですよね。いわばその自分の人生を持たない男というのがリュウ・アーチャーっていうキャラクターなんじゃないかなという気がします。まあ、その感じをですね、非常によく象徴しているのが、157ページに出てくるセリフなんですけども、過去の血生臭い瞬間を求めてさまよう、現在の世界から来た亡霊であるっていうふうに、自分のことをですね、まあ、鏡に映ったぼんやりとした自分の像のことをそういうふうにまあ形容するんですけども、まあ、非常にですね、何かこう、普通の人が現在の人生に向かって生きているのを自分はその過去に向かって逆行していると。いうような風に描いていて、まあ、現在というのは要するにまあ自分の今の人生ですよね。しかもプライベートな充実させていくべき自分の人生みたいなもの。それが全くない亡霊のような、亡霊っていうのは透明で空虚な存在ですから、まあ、そういうその空っぽな男として描かれている。まあ、それを作者自身、ちょっとここではまあ自覚的に描いているんじゃないかなっていう気がしましたね。まあ、非常にこう作品というか、そのリュウ・アーチャーっていうキャラクターの本質にこう一瞬向き合った非常にいい文章じゃないかなという気がしました。そしてですね、まあそれと対照的に描かれるのは、まあ家族っていうものに、囚われたままずっと生きている、まあ一連の人々っていうのが出てくるんですけども、まあそのアレックスっていう依頼人の男もそうですし、被害者であるドリーっていうのも、まあ自分のお父さんとの関係とかそういったものにずっと悩まされてるんですけども、まあ、ただその悲劇に見舞われつつも今の人生をなんとかその自発的に生きようとしているっていう意味ではリュウ・アーチャーよりも
全然マシなんじゃないかという気すらしてくるっていうのがこの作品の不思議なところで、まあ、普通ハードボイルド小説っていうのはまあ探偵がいて、それが中立的な視点としてあって、でそのまあ事件の渦中にある、つまりまあその利害関係の中で主体的に行動するのはむしろ被害者だったり加害者だったりするわけですけど、まあ、彼らというのをまあある種その突き放した存在として、まあその超越した探偵っていう存在に比べれば、こう一段劣る存在として描くみたいなところが、まあ特にダシール・ハメットの小説とかそういうところあるかもしれないですけども、まああれはちょっと超越しまくってスーパーマンみたいになってる感じがしますけども、まあサム・スペードがそうだし、まあマイク・ハマーものもちょっとベクトルは違いますけども、ある種のそのマッチョなスーパーマンとして描いてるっていう意味ではそういう超越的なところあるかもしれないですね。でそれに比べるとやっぱりリュー・アーチャーっていうのは事件を起こしたり起こされている人たちよりもなんかより悲しい人たちなんじゃないかっていう感じがどん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 その作品を読んでいく中でしてくるっていう、他の人たちを描く中で逆にですね、その自分の空虚さっていうのが浮かび上がっていくというのがこの寒気っていう作品の本当に寒気が起きる部分なんじゃないかなって気がしますね。まあ、この元々のタイトルの寒気、英語タイトルではザ・チルっていうタイトルですけども、まあ、おかんみたいな感じですね。それはまあ作品のその、結末部分というか、まあ事件の最終的な、まあオチっていうのがちょっとゾッとするような、ちょっとサイコスリラー的な面があるので、そういうタイトルだと思うんですけども、僕はですね、むしろまあ最初読んだ時そこもちょっとゾッとしましたけども、リュー・アーチャーっていう男のその、なんか仕事しかない、しかもその仕事も人に言われてるだけで、まあ自分でもどうでもいいやって思いながらやってるっていう感じの方がゾッとして、その感じをなんかリュー・アーチャー自身になんかうっすら分かってしまっているというか、それを自覚してしまっている悲劇みたいなものが、すごく何かその自分の人生は無意味だと分かっているけれども生きなければいけないっていう、そういう何か非常に悲劇的なものを感じましたね。それでそういったまあリュー・アーチャーの無常感、人生に対する無力感みたいなものを象徴するいい文章だなというものが119ページに出てくるので、ちょっとこれを引用したいと思います。ちょっと中略して、私は無理やりゼノンのことに考えを集中した。アキレスは亀との間の距離を決して渡り切ることができないのだという、私が亀であるならば、いやたとえアキレスであってさえそれは何がなし心休まる考え方だったというふうに言っていて、まあ、これは、とある人物をですね、とある人物というか、その、逃走してしまったレグリーという人物、そしてネバーダ州のナンバープレートをつけていた車の男というのを、まあ、追わなければいけないというところで、まあ、出てくる字の文なんですけども、まあ、アキレスとカメみたいな話はですね、これはゼノンのパラドックスという有名な話がありまして、これが、まあ、後でちょっと詳しく話しますけども、ライトモチーフ的にですね、まあ、作中の中で僕が調べた限りで4回ぐらい言及されるんですが、まあ、どういうものかと言いますと、ゼノンっていう、まあ、その古代ギリシャの哲学者が提唱したパラドックスで、亀が用意ドンとアキレスの先に、まあ、徒競走的な感じでスタートしたとすると、で後からアキレスがまあ、アキレウスっていう非常にこう俊足で知られる英雄ですけども、まあ、彼がスタートすると、で普通に考えたら、まあ、亀は 足が遅くてアキレスは圧倒的に常人以上のスピードを持っているので、アキレスがまあ、亀を一瞬で追い抜けるはずなのに、何か論理的に考えるとそれは無理なんじゃないかっていう、そういうパラドックスなんですね。で、これ、僕、大学の頃から、哲学の授業とかでこの話を聞いて、一回も理解できたことがなかったんですけども、この間ネットで調べたらなんとなく意味がわかりまして、ゼノンが言うにはですね、亀を追い抜くにはアキレスは亀が今いる位置まで行かなければいけないということを言うんですね。確かにそうだなと。でもアキレスが亀が今いる位置まで行く頃には亀は必ずその先にいるはずであると。まあそれも なんか変な感じがするけど、そうだなと頷くわけですよね。でそうするとそれが無限に繰り返されるわけなんですよね。で亀が今いる位置にアキレスが来た頃にはカメはその先にいて、でさらにその位置にアキレスが行った時にはカメはそのさらに先にいてっていうことを無限に繰り返していって、あら不思議、アキレスはカメに追いつけないっていう、そういうまあパラドックスらしいんですね。まあこれはだから要はその言葉の上で考えるとというか論理的な問題なわけですね。
で、まあ、そのゼノンのパラドックスはもう研究者が何冊も本を考えて書いているような大問題なので、このハドプンで取り組むことはしないですけども、まあ、そのいうちょっと、まあ、プチ哲学的なですね、エピソードっていうのが、まあ、このサムケっていう作品の中で何回か出てくるんですよね。で、これは言っちゃえば多分その探偵と謎っていうものと、まあ、ゼノンのその亀とアキレウスっていうのを、まあ、当てはめて考えているということで、あるいはその人間と過去ですね、まあ、こう過去が、どれだけ逃げても人間をこう追ってくるような、まあ、そういうようなイメージとして描かれているということだと思うんですけども、まあ、それがポイントはですね、その考え方を、アーチャーは何がしか心休まるっていうふうに言っていて、落ち着くわっていうふうに思ってるわけなんですね。まあ、自分探偵だから、まあ、要はその亀っていう謎をですね、追っていくアキレウスってそれに永遠に到達できないって考えたら、まあ、疲れるっていうか無常感があるわけなんだけども、なんで安らぐかって言ったら、まあ、もしかしたらこのままその永遠に謎というかですね、まあ、自分が追っている人物に追いつけないかもしれないっていう、そういう危惧があるっていう考え方もあると思うんですけども、もっと言ってしまえばですね、そのアーチャーっていうのは多分この探偵として、まあ、人物の過去だったりその人物の行方だったりっていうのを追っていくことそのものに何か意味があるのかなっていうふうに感じている人物なんですよね。まあ、亀がアキレウスが亀に追いついたとして、だから何なのと、なんでそもそも亀とアキレウスを競争させるのみたいな、そういうところがあって、まあ確かにそうなんですよね。探偵っていうのはやはりその事件が起きてからその、まあ、捜査を開始しなければいけないっていう、まあ、絶対的にそのアキレウス的なところがあるというか、後からスタートしなくちゃいけない存在なので、まあもちろんその被害者の未練を晴らすとか、そういう主観的な目的っていうのは想定することができるけれども、まあそういった目的っていうのを多分もうその持っていない人物ですよね。アーチャーっていうのはもう人に言われるがままに操作する。で、それがもういいよって言われればもうピタッとやめるっていう、そういう人物なので、何かですね、常にこう、やりがいですね、やりがいのようなものをこう感じられないでいると。常に何の意味があるんだろうなって思いながらやっているっていう、そういう感じがするんですよね。なので、アキレスは亀に永遠に追いつかないっていう話を聞いて、ああ、永遠に追いつかなくてもいいのかっていうふうに、もともとそういうもんなのかみたいな感じで、心が安らぐ。そういうふうに言ってるんじゃないかなっていうふうに感じましたね。まあ、もっと言っちゃえばですね、そういう考えに惹かれている作者の視点と、リュウアーチャーの視点っていうのがちょっとここでは混じっちゃってるっていう、そういう節もあると思うんですけど、まあ、あくまで作品の中でアーチャーが考えていることっていうレベルで考えるなら、そういうことが言えるんじゃないかなと思いますね。それほどに結構そのリュウアーチャーっていう人物は、もう自分の人生を生きていない、そういう亡霊的な人物であると。過去の生臭い瞬間を求めてさまよう現在の世界から来た亡霊であるという言葉が、まあ、まさにぴったりくるような人物なんじゃないかなと思いますね。それはですね、まあ、非常にこう人生っていうのはまあ悲劇であり、その人生を突き放した存在っていうのが探偵なんであるという価値観っていうのが、まあ、そこから浮き上がってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、つまりその自分の人生からも、もちろん他人の人生からも孤独である人物、人生からの孤独というのを体現した人物というのがリュウ・アーチャーではないかなという気がします。例えばそのリュウ・アーチャーにちょっと似た人物としてフィリップ・マーローですね、チャンドラーが描く探偵というのがいますけども、彼はですね、まあ非常にこうドライな文体で抑制的に描いているのであんまり臭さはないですけども、まあ、自分かわいそうだなというか、非常にこうセンチメンタルな感じというのもまあ一部持っているわけで、リュウ・アーチャーほどですね、自分自身を突き放してない、まあ、他人の人生っていうのはまあその関われないものっていうふうにちょっと心を閉ざしている節はあるけれども、まだ自分自身に対するその愛みたいな、自己肯定感みたいなのは失ってないなっていう気がするので、まあ彼は孤独であるのはあくまで社会からではないかなという感じがするんですよね。なので、まあ、フィリップ・マーローは社会からの孤独を体現した人物だと言えると思います。で、そこで、まあ、残り二人ですね、サム・スペードと、まあ、マイク・ハマーについても、ついでに考えたいと思うんですけども、サム・スペードの場合はですね、まあ、物語の中で、目の前に鉄骨が落ちてきて、まあ、自分がその死ぬかもしれないと、一歩間違ってたら死んでたかもしれないっていうことに気づいて、あれなんか、人間なんて価値ないんじゃないのっていうことに気づいてしまったというか、
まあそういうふうに考えてしまった男の話というのが出てくるんですよね。で、その結果自分の人生というのを放棄して、いきなりその、どっかにいなくなってしまったと。でも、まあその男の人生の前には、もう二度とですね、そんな鉄骨が落ちてくるような危険なことは起きなくて、だからまた全く別の場所で、全く別のそれまでのと同じようなですね、安定した家庭を築いたという男の話が出てきて、まあ俺もそんな感じみたいなことをサムスベイトは言うんですよね。そういうふうにその非常に不条理な、次に何が起きるかわからない人生というの、人生というかまあ世界というものに適応した男というのが俺だぜっていうような、俺だぜとか言わないですけど、サムは。まあそういうことを言うんですよね。それはですね、なんかもう人生とか社会とかそういうレベルじゃなくて、まあなんか生命そのものをちょっとその方、あんまり価値を信じてないというか、生きていることの価値すら疑っているっていう、非常にこの本質的に、こう、懐疑主義的なところがあって、もう読んでて大丈夫この人って思う。まあ、人間じゃないんですよね。悪魔的っていうふうに描写されますけども、まあそういう悪魔のような超越したですね、負の世界観に一体化した人物というのがサム・スペイトで、まあ、この人はこう、まあ、言ってしまえば世界そのものから孤独である人物だと。そういう不条理な世界から、まあ、孤独に生きている。まあ、その、一体化しているというふうにも言えるけども、そういう根本的な孤独を持っている人物だと思うんですよね。で、それに対して、じゃあ残りの一人であるマイク・ハマーはどうかっていうと、まあ、表面的にはですね、その、フィリップ・マーローに近いですよね。その、権力だったり、法律だったりっていうものから、常にこう、スルリと逃げ続けていることに楽しさを覚えているというか、まあ絶対に縛られない社会からの孤独をまあ体現した人物に見えるんですけれども、彼的になんか重要なのはそこではないというか、まあ本当は裁くのは俺代表のところでも話したんですけど、マイク・ハマーっていうのは、まあ戦争で覚えた技術っていうのに快感を覚えているみたいな描写が作品の中でもされるんですけども、まあそういうふうにですね、自分が得意なことをその肉体的に駆使するっていうことが好きな人物で、まああんまりその友達の無念を晴らすとかそういうことじゃない気がするんですよね。彼の本質的な、まあ幸福というか人間的なその方向性みたいなものは。で、そのことにあんまり気づいていないと。で、自分自身のその肉体を突き放しているっていう、しかし肉体的なものが、まあその性的なことも含めて、暴力的なことも含めて好きであるっていう、そこが彼のまあ悲劇であるっていう気がしていて、まあ肉体からの孤独っていうのを体現した人物だと、まあ本質はですね、って言えなくもないかなと思います。あとはその4人の人物が、その自分のその孤独っていうものに対する価値づけっていうのが全く違っていて、マーローとアーチャーはなんかどっちかというと二人ともしょんぼりしているので、まあ、自分がその孤独であるってことに気づいている。そういうまあネガティブに捉えているところがあるんですけども、まあ、ネガティブに捉えていることをある種ナルシスティックに肯定しているみたいな、まあ、ねじれた構造もある気がしますけど、それについて論じているとちょっと話が複雑になるのでちょっと置いといて、まあ、ネガティブ組だとしましょう。で、そうするとサム・スペードと、マイク・ハマーっていうのはもう完全にポジティブ組だと思うんですよね。自分がその、マイクの場合は単純で、その、まあ、社会に対して腕っぷし一本で渡り歩いていく、俺ってすげえって思っていて、まあポジティブだし、サム・スペードも、まあ君たち人間はね、悪魔である俺が、気づいているってことをまだ気づいていないみたいな、まあそういう孤独だけれども、まあ、自分だけが知っている不条理みたいなものをこう大切に持っている。そういうある種のその超越的な肯定感みたいなものは持っている。まあ、だからその、ポジティブ組だなっていう気がするんですよね。変な形でポジティブなんですけど。だからちょっとこの4人の、まあ、探偵のタイプっていうのも、まあその、何から孤独なのかっていうことと、そのポジティブなのか、ネガティブなのかっていう、まあ、分類の仕方でちょっと分けることができるんじゃないかなと思います。で、リュウアーチャーっていうのはその人生から孤独であると。まあ、そして、まあそれを自分自身こう何かネガティブに捉えているっていうそういう特徴がある人物じゃないかなという気がしますね。で、最後にちょっと思ったより時間がかかってしまったんですけども、ライトモチーフの話をしたいと思います。で、3つあります。で、過去、ゼナンの亀とアキレウス、さっき話しましたけどね。それから霧という3つのイメージがあって、
まあ、それぞれ微妙に違う使い方がされてるんですけども、まあ、過去に関してはいろいろなパターンがありまして、一つはその人物描写として出てくるパターン、それから風景描写として出てくるパターン、まあ、それからもっとその抽象的な描写として出てくるパターンっていう3パターンあるんですけども、ちょっと個々の文章を引用する時間がなくなってしまったので大きくちょっとまとめるだけに留めたいと思うんですが、おおむねですね、過去の2つも過去の描き方としては2パターンあります。一つは良きものが失われていくっていうトーン、そしてもう一つは悪しきものが残り続けるっていう、まあ、その断絶性と連続性っていう2つの側面っていうのを描いています。でそれをその1個象徴する面白いセリフがあるので、ちょっとそれだけ引用したいと思います。ちょっと中略して、さっき買った本のヘラクレイトスの章を読んだ。万物は川のごとく流れ去り、何者もとどまらぬとヘラクレイトスは言っている。一方パルメニデスは何者も変化することなく単に変化するように見えるだけであると説いている。どちらの考え方も私には面白かった。これが307ページからの引用なんですけども、まあ、その時間についてのその2つの全く対照的な考え方っていうのが紹介されて、万物は流転するっていう、その全て流れ去ってしまう、変化してしまうっていう考え方なのか、何者も変わらないっていう、その変化するものはないっていう考え方なのか、まあ、どっちなんだろうっていう古代ギリシャの議論なんですけども、アーチャーはまあどっちでもいいっていうか、どっちも好きって言ってるんですよね。でそれはやっぱりこの過去は2つの側面があるというふうに捉えているというか、まあ、作者がそう捉えているからなんだと思うんですけども、変化するものは大体その何でしょうね、良かったものが失われるっていう形で変化し、変わらないものは悪いものは変わらない。例えばその過去に起きたトラウマとか家族との因縁とかっていうものは残り続ける。しかしまあかつてのその青春時代とか、まあちらっとそのリュウアーチャーが大学に行って自分の過去をその振り返るシーンあったりするんですけども。まあ、それもあんまりいいものとして描かれてないですけども、そういったものっていうのは失われてしまうという考え方なんだと思いますね。まあ、そういった過去の描き方をしてます。で、ゼノンの草案に関しては、まあ、これさっきちらっと触れましたけども、謎と探偵、人間と過去の関係性に、カメとアキレスの関係性っていうのを、まあ、基本的には重ね合わせて描いてるんだと思います。で、アーチャーがそれについて心安らぐと言っているのが面白くて、まあ、非常にこう自分の仕事に対する無常感っていうのを反映しているんじゃないかっていうこともさっき触れましたね。で、これがやっぱりまあ、アーチャーのキャラ描写だとすればそうなんだけども、どちらかでも言えばゼノンの総和的な謎を追っている過程そのものがエモなんだよな、みたいな、その作者が史上を感じるところっていうのが、このセリフに、セリフっていうかまあ、字の文だと思うんですけど、そこに出てきてしまっている気がするんですよね。で、もう一つ霧っていうのは、まあ、これもすごい必要に出てくるんですけども、まあ、調べただけで多分10箇所以上あったんですけど、風景描写として、まあ、霧がだんだんその立ち込めていって、で、それが去っていくっていう流れで描かれるんですけども、謎が増大するところでは霧が濃くなって、まあ、謎解きの鍵になるような場所に行くと、それがまあ、薄くなるっていう、まあ、そうでないこともあるんですけど、大まかな法則としてはそういう感じで描かれていて、まあその、アーチャーが霧に飲み込まれて、そこから抜け出すまでというような、まあ、風景のアークみたいなものも存在するということですね。で、この3つっていうのが、まあ、ほとんど連関性ないように見えて僕はあるんじゃないかなと思うんですけども、これは要はですね、霧も、ゼノンのエピソードも過去も何か今この時の現実というものがぼやかされて曖昧なものになる、抽象化されてしまうっていう点では全て同じなんですよね。過去についての描写も、まあ良きものは失われ、悪しきものは残るっていう2パターン、主にその2パターンなんですけども、どっちもですね、何かが失われたけども、それは何かわからないと。で、何かが残ってるけども、その何かが、何が残ってるかはわかんないみたいな、その想像の余地がある。そういうこう曖昧な描かれ方がしていて、まあ今現時点でどうだっていうことがこう複雑化されるんですよね。それによって過去とのダブルイメージになるというか、まあ薄い
ベールがかかったように現在の人物の奥に過去が見えるみたいな形ですね。でまさにそのベールっていうのは霧と同じですから、霧がかかるとその風景がぼやかされて、まあ、今そこにあるものがはっきりとは見えなくなる。そしてカメとアキリウスについても距離ですね。今度はこれは絶対に埋められない距離っていうものがあることによって、何かこう常に結論のつかない中間的な曖昧な状態に置かれるみたいなところがまあ共通していて、カメ、アキレスがカメに到達するっていうはっきりとした結論にはたどり着かないんじゃないかと。でその感じが面白いっていうですね、明確な結論というものよりも曖昧なその今、そのパラドックスっていうもの自体がまあ非常に曖昧ですから、その曖昧な感じが好きだっていう、その抽象的で曖昧なもの、それが現実というのをこう、まあ、いろいろな形でベールをかけてぼやかしてくれるっていうことを好む美学、それが非常に共通していると思うんですよね。ただし抽象そのものではないというか、まあそのどれもですね、やはりリアリスティックなハードボイルドの探偵劇の中で出てくるモチーフに過ぎないので、まあ抽象的なその概念ではないんですよね。全く目に見えないものではなくて、それをあくまでも現実の目に見える舞台の中で展開している。要はですね、はっきり目に見えるものと全く目に見えないものの中間みたいなところでこの物語というか文体というのは展開していて、まあ、そういう非常に中間的なものがですね、まあ好きなんだろうなと思うんですよね、この作者っていうのは。これはですね、まあどういうこっちゃって思うかもしれないですけども、一個助けになる考え方っていうのがあって、ボリンガーっていう、まあ、ドイツの美学者がいるんですけど、美学者っていうのは美についての、哲学的な学問のまあ一分野なんですけども、彼がまあ抽象と感情移入っていう本を書いてまして、まあ、これ僕が大好きな本ですけども、なんで抽象的な美術、まあ、ケルトのその写本の表紙とかすごくまあ現代のアートみたいな抽象的なものだったりするんですけども、それと古代ギリシャみたいな非常に忠実なその写実的なものっていうのが分かれるんだろうということについて考えたものなんですね。で、ボリンガーが言うにはですね、これは自然との関係性に、原因があるとのではないかというモデルを提唱していて、自然と人間というのが非常に良好な関係にある場合、まあ、例えば非常にこう温暖な地域であるとか、まあ、古代ギリシャがそうだったんじゃないかっていうんですけど、まあ、自然からですね、たくさんそのオリーブの実が取れるとか、まあ、自然のそのいい面っていうのをいっぱい味わっているその文化とか時代っていうのは、自分たち自身に対してもですね、肯定的な見方をするようになるので、まあ、自分たちというか身の回り その目に見える世界に対して肯定的になるから、写実的な表現っていうのをどんどんその発展させていったんじゃないかと。では逆に抽象的な美術というのを作っていった時代や文化っていうのはどうだったのかというと、非常にこう過酷な自然環境に置かれていて、もう目に見える世界っていうのがもう辛くてしょうがないと。例えばその飢饉だったり、暮らしていくことそのものが辛いみたいな地域、まあ非常に極寒の地とか、そういったところでは抽象的な感覚が働きやすいんじゃないかと。つまり今目に見えている世界ではなくて、まあ、神とか、よりその目に見えない超越的なものっていうものに助けを求めると。で、それを視覚的に表現するときに、まあ、目に見えるものを忠実に描くよりは、もっとですね、抽象的な形で、現実にはないものを一から構成していった方が、抽象的なものを表現しやすいし、それを、まあ、いわばその心理的なバリアみたいなものとして使ってたんじゃないかっていう話なんですよね。自分たちを身の回りのその世界から守ってくれるバリアとして、抽象的なものを想定して、抽象的な美術っていうのを作っていたんじゃないかと。で、これはまあ非常に単純化した議論だっていうふうに批判もあるんですけども、非常にまあ面白い。常にその成立する議論ではないと思うけど、しばしば成立するモデルなんじゃないかと僕は思うんですよね。で、ハードボイルドもまあ社会の中の孤独っていうですね、ある種のその、まあ、ボリンガーが言うような自然ではないけど、都市っていうものが自然に成り変わったと考えるなら、身の回りの環境に対しての、ある反応っていうのを反映していると考えられなくもないと思うんですよね。で、その時に、ハードボイルドが描く世界っていうのは、さっきの4人の探偵たちにも出てきましたけど、まあ基本辛いんですよね。で、基本辛い。ボリンガーが言う過酷な環境にあると。
いう時には抽象衝動ですね、感情移入より抽象衝動、目に見えないものにすがりたがるという、まあ、人間のメカニズムが、心理的メカニズムが働くとするなら、ハードボイルドもまたですね、まあ、非常にこう写実的に現実の世界っていうのを描いているけれども、そこに何かまあ心理的なバリアみたいなものを作り出しているんじゃないかというふうに考えられるわけですよね。でそれがまさに僕はまあ探偵じゃないかなと思うんですよね。探偵っていうのはまあリアルな世界で動いているけれども、やはりスーパーヒーローだと、こうであってほしいなと、孤独な人間っていうものが、その孤独っていうもの自体を武器にしてしたたかに生きていってほしいっていうですね、非常に辛い社会であるっていうその現実を描きつつ、そこにまあフィクションですね、抽象的なフィクションっていうのを入れた、そういうその抽象衝動と感情移入っていうのが両方入っている、まあそういうジャンルなんじゃないかという説明もできると思うんですよね。まあ、だからいわば中間的なジャンルだっていうことだと思うんですけど、そう考えるとやっぱりその、まあ、ちょっと話長くなりましたけど、でロスマクがですね、非常にこう抽象的な現実を曖昧化するものを好んだっていう美学も理解できると思うんですよね。まあ、つまり彼は割とそのまあもちろんその作品のトーンとしてはリアリスティックだけれども、それからこう逃避したい傾向っていうか、まあそれを概念的なモチーフを入れることによってぼやかしたいっていう、まあそういう感覚がある作家だったんじゃないかなと思いますね。で僕もそういった作品が結構好きなので、まあ割とそのリアリスティックなトーンで抽象的なテーマを扱ったりとか、抽象的な文体を入れてくるものとかっていうのが好きなので、僕は非常にこうロスマクの、このまあモチーフ使いもそうだし、文体もそうだし、キャラクターも結構刺さったんじゃないかなと思いますね。まあそういったタイプの作品が好きな人だったら、このサムケは絶対面白いと思いますし、まあちょっと今回ミステリーのね、その謎解きの部分の話はほぼ全くできなかったですけども、謎解きとしてもやっぱりその過去の事件っていうのを現在に結びつけるっていう、まあ難しいことを難なくクリアしてますし、最後にはですね、ゾッとするようなエンディングも待っていますし、超一流じゃないかなと思いますね。これは全然現代でも全くその古びていないというか通用する、物語だと思いますので、ぜひ読んでみてください。それでは今回はこのあたりで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。